はい、えー、どうも、えー、水にゃんです、えー、本日の動画サブチャンネルへ2本目になるんですけれども N 国と立花隆さんによる選挙ウォッチャー千代さんに対する名誉毀損訴訟で今回争点になったのは2018年に千代さんが書いた今回の傷害事件を起こした立花孝当時区議ですね。 という、えー、記述でございますで2019年には立花、えー、隆個人としても一大、えー、さんのことを、えー、提訴しました。で今年3月13日に、えー、千葉地裁、えー、松戸支部にて判決と。 で裁判所のけ、えー、判断だと、えー、千代さんの記事は、えー、公共の利害に関する事実であり公益目的も認められ、えー、真実性もあるという、えー、判断で、えー、ございました。ということは、まあ、こう千代さんのこれ完全勝訴ですね。 でま立、あ、花さんね、まあ千代さんを訴えるときは、えー、しきりにこう千代被告、千代被告と、えー、言っていたわけなんですけれども、こうやって、まあ、一審の千葉地裁、えー、松戸支部にて判決が出たわけで、で、立花さん、動画を出さないんですかと、えー、いうことだと思います。 立花、まあ、さんは、まあ、多分動画を出さないと思いますでなぜかというとえ彼は都合の悪いことに関して包み隠すえ部分もあるので,で今回、まあ、千代さんのことをです、ねまあ、あんだけ、まあ、言ってきた以上は、まあ、千代さんに裁判負けましたよっていうことはなかなか言いづらいんではないかなというふうに思ってでます。さんの えー、記者会見司法,ラブの、えー、司法記者クラブでの、まあ、記者会見の、えー、録画の方を、まあ、その見たんですけれども、まあ、今回ね、えー、スワップ認定されたかどうかに関しては、えー、僕の目からはその判断ができませんでしたでもやっぱり千代さんがこうやって N 国立橘さんに対して裁判勝ったというのは、まあ、NHK から国民を守ると、えー、そういうですねちょっと危険性も秘めているということですね。 やっっぱりだってあのね傷害事件を起こした立花隆区議というまあこれ記述がこれ裁判所からしたら、えー、真実性がありますよというような、まあ、認定があったわけですよ事実認定があったわけですよ。でそんなねまあ、あの横暴な政党が NHK から国民を守る党と。で N 国党立花さんのスタンスとして僕が思ってるのはね NHK 問題にこう取り組むんであれば違法行為っていうのはこれは認められるとえそういうねえまあ思想をしているんではないかなというふうにまあ客観的に僕は見られると思っていてそれ非常に僕はね野蛮なんじゃないかなと危険なんじゃないかなっていうふうにまあ感じるんだよね。 まあもちろんね、まあ、ほとんどのこう人からすれば別に立花さんが、まあ、どうなろうが NHK のスクランブル化やってくれたらいいし NHK 問題にこう取り組んでくれたらいいっていうね、まあ、考えなのもまあ僕自身も分かってるけれどもねこういうなんか政党というものを僕は容認をしてしまってこういう政党が国会にいるっていう事実が非常に怖いと思うんだよね。なんでかっっていうううとこういう政党が力を持った時に当初は NHK に矛先を向けていたけどいつかこう自分たちにもう矛先が向いてしまうんじゃないかっていうことで今回まあ千代さんの場合はジャーナリズムの,その一環として2018年にこれ記事を書いたんだよねでその記事にこう難癖をつけて訴訟をしたのが立花隆そして NHK から国民を守る党なわけですよでこんな高等がですよジャーナリズムをこう抑圧するような姿勢っていうのはねこれはよろしくないんではないかなと。 いうふううふに思うんだよねだ実際にだって今回の傷害事件を起こした立花隆区議という記述これはだって真実性があるというものは誰よりも N 国党と立花さんが分かってたはずなんですよ。 でそれなのにもかかわらず、一位選挙ウォッチャーの記事を弾圧するような行為、これは絶対にこう認められない、そういうことを平然とやるのが NHK から国民を守る党だという、えー、僕は評価をしております。まあ、なので、やっぱり NHK から国民を守る党は、こうやってね、まあ、その弾圧、抑圧をすることによって、結局、批判の声を沈めようとしたわけですよ。 ね、そういうことをね、あのまかり通ったら僕はよろしくないと思うし、で、口頭に今なったんだからね、ねもうちょっと落ち着きなさいよというねお話なんですよね。で、まあやっぱりね、まあ、千代さん、よくね、あの橘さん相手にこう戦ってくれてます、ね非常にあの今回の裁判もですね、これ、有意義な判決だと思うんですよ。ね だって千代さん相手の裁判だけど NHK から国民を守ると、えー、2年敗でございますからね。でまあまだまだね、まあ、去年の12月の「N 国マガジン」の記事をめぐって立花さんと、まあ、千代さんはこれ裁判で争うことになるんですけれども、まあ、これに関してもですねどういう判断が下されるのか、まあ、これはですね裁判の判決を見てみなきゃ蓋を開けてみなきゃ分かりませんけれどもこ,これが仮にこう事実として認められたのであれば。 ね、これ NHK から国民を守るとめちゃくちゃやばいことやってるやーんっていう話になると思うんですよ。なのでこれ N 国党を支持している方 NHK から国民を守る党の党員の方これぜひともこれ気づいていただきたいんですよ、ね。気づいていただきたい。裁判というものは一つのジャッジです。一つののジジャッ下で、ね あの千代さんの記事が結局ね、えー、真実性があるということで認められた公益目的であることが認められた公共の利害に関する事実であると認められたということは結局ねまあその名誉毀損の不法行為というものの面積ですよね面積が認められたっていうことになるんですよね。 だもちろんだから NHK から国民を守ると高等である以上これは僕は世間からの批判というのを免れられないと思うんですよ。でなぜかというと立花隆大先生だってつい先日ね、えー、<laughs> つい先日ですよで2つの容疑がかけられて現に家宅捜索まで入られました。ね。普通ありえますかって話なんですよねそういうことが。 政治家としての品性が疑われる、これはもちろんね、あの今年に入って、河井安里、河井克行、ね、両議員の,、まあその自民党でございますけれども、まあ、その公選法違反の疑いで、ねまあ、家宅捜索入られたりとか、事務所捜索入ったりとかしました。 ね、もちろんだから河合議員に関しても僕は問題があると思うので即行、まあね、議員を辞めるべきだというふうに僕は思ってるんですけれども、まあ、だからといってね立花隆を批判するからって言ってじゃあその、えーね、他の議員さんたちの,その品性の問題僕はそこに関しては別にスルーしてるわけではないんですよ。ただこうね立花隆という、ね、政治家に関しては問題があるところが多い。 だからこそこの問題性というものにぜひともですね、もっと目を向けてほしいし、もっと僕は気づいて気づいてほしいとね、いうふうにね、まあ、思ってるんだよね。だからそういう意味でぜひともですね、これ一回ちょっとね、あの皆さんにこう冷静になってこう考えていただきたいと思うんです。ね、現にだからどうですか。ね、n 国党からどん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 人抜けていってるでしょ。ね、どんどん人離脱していってるじゃないですか。 ついこの間はね、まあ、N 国党で、えー、それこそ参議院選神奈川選挙区でこう戦った林さんが離党したで N 国党の現職の区議会議員の神田沙央さんも離党したねやっぱ立花隆という人間にもう見切りをつけてるわけですよ、ね、そういう意味ではじゃあ立花隆が内部で見てどういう人物なのかっていうことで結局まあ損切りをねあのされたということなんですよね これに関してはだから、あの、立花隆にこれ問題があったんじゃないかと僕は見ていいと思うんですよ。特にまあ、どこの問題があるのかって言ったら僕はやっぱりお金だと思ってるんですよね。お金。このお金のね、えー、そのキャッシュフローの部分に関して NHK から国民を守るとこれ怪しいところがあるんじゃないかと散々ね、ご指摘をさせていただいてます。はい。実際僕も問題があるんじゃないかというふうににんでます。で、 まあ実際ね、まあ、N 国党の党員の方々、じゃあ、立花隆がね、まあ、5億円お金を借りました、ね、じゃあその借りたお金、ね、将来返せませんと、えー、なった時に、えー、お金を貸した人たちはどう考えるでしょうか。あなたたち、現職の議員の人たちに、いや、あなたたちがこうやってね、NHK から国民を守る党にいて、立花隆、ね、監視しなかったから。 立花隆にあのくっついていたでしょって言って返済を求められるかもしれない。それによってこう訴訟を提起されてする、えー、されるかもしれないわけですよ。そういうこうリスクを負ってまでわざわざ N 国党にいる意味ってありますかっていう話なんだよね。もちろんだから立花さんからすれば党がお金を返せなくなったら N 国党の党員の人たちの寄付これ募ると思うし。 であの衆議院選挙の前にもしかしたら、ね、N 国党に寄付してくださいとか言い始めるかもしれないんですよ。ね、どん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 ね、立花隆にこう吸い上げられるような、そういう、ね、議員生活、政治家生活でいいんですかという話だよね。僕は政治家たるものは、ぜひともですね個々独立して、ちゃんと政治理念を持って、で一般市民であったりとか、国民のためにこう尽くすっていうのが大事だと思っているんですよ。 ね、N 国党の党員の方々、一般市民の方にのためにこう尽くしてますか、立花隆のためにこう尽くしてるんではないでしょうか、本当にこう議員として信念があるのであれば、ぜひとも、ね、NHK から国民を守る党をを党すするることをお勧めしま NHK から国民を守る党にいなきゃ、NHK の集金人の問題、ね、解決できないわけではないですよ。 ね、NHK から国民を守ると離党した、ね、議員さん、今までこうたくさんいます、それぞれここで NHK の集金人の問題、これ立ち向かってやってますよ。ね、なので、離党したって全然やれるんですよ。N 国党にぶら下がらなきゃいけない理由なんかないんですよ。ね、だから僕はだから、ね、早く、ね、あのいろんな方々にこう気づいていただきたいなと。 いう,ふうに思っておりま立花孝は参議院選挙の前はね高尚なことを言ってたかもしれないでも参議院選挙のあとね議員になって議員を辞めてやってる行動めちゃくちゃじゃないですかねそのめちゃくちゃな行動を見て見ぬふりしますかね ということを僕は強く言わせていただきたいなと思います。えー、そういう意味では、ですね今回の動画でございますけど、ね、N 国党、立花による、えー、千代さんに対する名誉毀損訴訟、えー、千代さんの、えー、完全勝訴を訴えました。ということで、えー、以上、えー、水ズニャでした。